ですサイザコしでしかないサイアンドコウサイアンドコウもはやもう <laughs> これは勝ちあ静かにしれうるさいよ,長いよ <laughs>

チョップスティックスの夜中にちょこっと橋休めはいというわけで、えー、今夜も始まりましたチョップスティックスの夜中にちょこっと足休めということでですねえー、まあ普段からですけど本日も相方がお休みということであのー、ゲストに来ていただいておりますのでじゃあ早速自己紹介していただきましょうどうぞニャーあっ ダメですよ。ふざけないでくださいよ。ペルシャ猫だよー。ふざけすぎだろええ。ちゃんと言え。ペルシャ猫だよじゃないよ。えっと、f m 沖縄なで、ラジオブという番組のパーソナリティーをやってます。まっちゃんことまっちゃんです違うだろ終わったよや。よろしくお願いします。終わったよ似てないよや。まっちゃんですふざけすぎだろ。ちゃんと言って、お願いだから。山城みおぞでです。はい。 ねふざけすぎだよ、序盤から。ごめん。ごめんって、ん普通に謝ってしか週末だもん、だって。まあね。全然俺、まあ一応月曜日やってんだけど、俺、この時間って。全然違うな、やっぱ。マジっすか楽しさとこの木の木のこの餅を。ほんと、月曜日はあれっすかああ、もうダるいでしかない、ダるいでしかない。月曜日のお前11時だよ、お前。 まあ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 しかもその前,前はお前8時から9時まで生放送でお前あ,あそっか月曜日パーソナリティですもんねもうまずやっぱそこでまず100パー出すだろ力をまあねで、うん、8時から9時まで生放送ではいはいはい長いな100パーセント使ってまあもう9時にはもう0%なわけ体力うんうんおかしいけど、はい、で9時から10時まではいまあ9時過ぎから11時まで時間2時間はいはいはい 大体6ぐらいしか回復しないなんで ?100 のうちの。寝たらそっからまたお前、FM 技なんだからもう、全くもう、きついでしかない。いや、だから、6のままやるからでしょ。6。もっと回復させれ。方法見つからんばい。放送しながらこう回復させるみたいな。そんな技ができるんだったら、やっとけ。そうだな8時台から。そうだな。そうだな、じゃないだれ。はい、じゃあコメント来てるんで。言いましょう、シュプリームさん。 夜中にぬめっと竿休めのメイン MC ミルク山城コップさんありがとうございます、えー、通りすがりの七分丈のプリンスさんこんばんは確かに全部間違ってる確かにお前は七分丈だもんなうん七分丈まあもうこれ追ってるだけだけどね七分丈のプリンスさんじゃないしまずいやおるばええー、おかしいだろ <laughs> どういう意味だばません どういうい意ごっくんちょ言うてはりますけれども言ってないよやひふみさん <laughs> おかしいだろ、ね、お疲れごっくんちょってなんだわ初めてだろ大体でもあの俺らと同じあれだわそう,そうっすよ<れ>コメントする人は大体一緒っすいい一緒っすもうえー、あれも言ってましたやめようやめようもうタイガさんも言ってましたいやお前えー <laughs> さんもうあの全平成期の時にひーふーみーさんいるじゃんあ当ほんとだほんとだお疲れごっくんちおかしいだろお疲れごっくんちひーふーみーさんはひーふーみーさんはこっちで番組やってるんでしたっけねえそうなんすよこの木曜日やってるんで日やってるんえもう激ヘビーリスナーあそうなんすか激ヘビーリスナー初めてですよ俺のさんはそうなんだありがとうございますまたひーふーみーさんのね娘と僕同級生なんですえそうなんすか えじゃあ友達のそう友達のお父さんえどんなどんな気持ちなの友達のお父さんがヘビーリスナーっていうのはいやありがたいでしょえ友達っていやなんならまず俺友達よりもひいふみさんとのほうが長いから仲いいし付きも長いしそうなんだそうそうそう娘さんよりも変な感じではありますねああでもゆぴさん あ、さん、港だとというこで間違えました、パンポペンさんかいやいじゃあゆぴさんの方が早いからゆぴさんの方がゆぴさんの方が早いから木曜日ね今日でも久しぶりですよね木曜日来てくれた一回一回来たかな初めてですよね多分去年だっけ去年ではないと思いますね去年ではないか去年ではないと思いますまあまあまあ来たあの対馬が休むってなってそっか で、休む初めての会が湊さんとけツケンさん続いて初めての時かはいいや三宅んだろあっ三宅か三宅んだオイルが来れなかったんだそうそうオイルはねそうそう三宅がなぜかね来てましたけどが来て謎にねうん湊さんは月曜日もやってるんかそうそう月曜日もやってるんだで何かありましたこの3日間で変わったことえ全然ないポケモン GO ぐらいかな ンポケモではだいぶ変わりましたどういうことですかいやもうレジロックのレイドバトルが終わってちょっとまたサンダーファイアフリーザーのレイドバトルが今復活明日から復活。ミューる？さては。ええ。キャンさんやってんのキャンさんやってんのえ、トレーナーレベル。あ、まあまあ一応やってるな。わからんけど、親やってるんだ。結構やってるんすね。 マジで？え多いの？やってる人って今？多いっていや意外に多いよ。ポケモン GO は、うん、もうレベル五ぐらいでやめたんで。ああもう全然全然バカじゃないのって感じ。うん、バカじゃないのって感じ？バカじゃないのはおかしいかな。えアホ？まあだからポケモン GO やってるとさ。はい。えまだやってんのってよく言われるわけよ。うん,うん。えもうやってないのだから。へへへ。違うから知ってる。えまだやってんの <laughs> 本当に。 あれ永遠に、延々にポケモンが続く限り続くよ。まあね、でもまだまだ新しいシリーズ出てるんですか、ポケモンって。いや、出てるよ、お前。<え>出,て出てる、出てる。新しいポケモンガンガン出てるんですか。ポケモン GO であの、あれです、ゲームとかです出,て出てる、出てる。マジで出まくりよじゃあ終わらないじゃん。いや、じゃん。終わらないじゃん。ナイちゃんムーニーやめる <laughs> まずまず、それからやめようか、一旦今 今ポケモン GO では、うん、あの何が出てるんですか今はね第3世代までだからルビーサファイアかシリーズで言うえーだから我々はもうルビーサファイアドンピシャの世代だからまだまだ続くじゃんそうやめるか一旦たまだまだんまだまだ続くじゃんほんとにほんとにほんとにめちゃくちゃあるじゃんいやマジでいや本当にねーミュウツーがこれ EX レイドバトルじゃなくて普通のレイドバトルに登場まあまあ熱いっすよね説明してくれるか 説明してくれるかレイドバトルが全然分からん EX レイドバトルとかレイドバトルとか全然分からんわけよ聞け何俺は伝わる人にだけ伝わればいいと思って喋ってるダメダメ俺はお前ゴールデンで喋ってるだろそんなのあのもう自分で調べなさいって話ですよ今調べる暇ないだろこの時代この時代この時代じゃないこの時代手で表すなこのジェネレーションこのジェネレーションっていうね時代を英訳すなジェネレーションって 関西ムーニーやめるよ。素って言うなよもう。素直。ええやめろよ。もうやんのよ。ほなじゃ次。やんなよ。ほな次とかやんなよ。でも僕もね夏休み入ってからですよ。夏休み入った頃。夏休みに入ってからというもの。あまあ我々帰国生でまだ九月も夏休みだからね。そうなんですよ。あんまりあのあの変わったことがない。ああ学校に行かないからね。そっかめっちゃ三年生か。はい。 あのね俺4年なんだけど4年ってほぼほぼもう単位取ってるとまあちゃんと単位取ってる人だとそんなにもう行かず、まあ、週に12回ぐらいあー素晴らしい何ら変わらん <laughs> 夏休み入ったとて俺何ら変わらん俺ずっと一緒4月からそっか週1日しか学校行かないのだそうだよな<ー>で4年生だから別に休みっていう休みっていう感じでもないですよね、うん、たまに学校あったりしますもんね <laughs> 本当にしんどいよ しんどいってあれではないと思いますだからポケモン GO に熱中しすぎたんだよああ何もないからうんいやでも学校ある時はやってますよねでもまあ学校授業ほっぽり出してやる時もあったいやええいや園庭の初日だったしあれ<き>去年の12月かお帰国制やし <laughs> 授業サボってゲームしにお帰国制やし <laughs> <laughs> いやもうお帰国制だよ終わ <laughs> ってる そっちを見るよ喫煙所で、うん、俺はタバコ吸ってないけど友達タバコ吸ってるから付き合ってたら3軒ファラオやーって言って3軒休んでパチンコ屋行くやつ<ー>そっち見るようん、うん、それと一緒だよいや俺ポケモンだし俺<笑><笑>一緒やしパチンコと一緒にしないでほしい <laughs> 授業サボってやってるっていうことは一緒やし、ね、いやポケモン GO はもうなんだもはや生きる生きる上でのこのなんだろうな生きるためにまあやってはいるからな俺はえいやいや違う違うおかしいよ おかしいおかしいおかしいわーじゃないわーじゃないけしてっしてかキャンさんレベル32って言ってたけどさはい俺40なんだよえー、<laughs> ええー、えやめたまえ <laughs> いや開くけど今開くな今ポケモン GO いや俺本当にガチ勢なんだいやわかるよ授業サボってまで行くんだからそれが<ー>ガチ勢だろうが イングレスナイアンティックのこのイングレスっていうゲームもあるわけ、うん、どういうことですかイングレスのレベル上げればこのポータル申請できるんですよねすよポケストップのえ何言ってる何言ってるリク何言ってるリク何伝わる人に伝わればいいって思うんだダメだ,だろや <laughs> いやゴールデンしゃべってるだろ仮にもう伝えれ全員にーああやばやりこあ もう点満かそれポケモン GO は俺が全然言ってるけどイングレスに関してはもう完全にキャンセイングレスが何かっつってるだろゲームだよだから何のゲームなんだイングレスもゲームだよ何のゲームなんだよそれ言えよポケモン GO あのイングレスは世界戦なんであ、そっかそうですよね確かにあれだってえ全国から全国じゃない世界中から人が集まるぐらいの大きいイベントとかやってるんですよね やべえなだ何がだ世界平和のためにイングレスをやってる。言っとくけど、でも本当にコミュニティで喋ってるのが惜しいよ。これテレビで喋ってほしいやついやだから伝わってないからテレビで喋ってたらダメだよ。怒られるよ。伝わってないのに伝わるよ。伝わってないのに。まあ一応、イングレスが。まあ海洋画の98。だから98って何が 98? 答え値だろ。答え値って何だわ。 あとホウ、個体値。あとホウの色違いの、個体値九十三カンストしたし。いや、なにそれ、カンストって。いや、カウントストップの略だろカウントストップってなんだばいやん、ばや。育て切ったことだよ, <laughs> 知よ。知らねえよ。知らねえよ。ファイヤーの色違いも取りましたよ。ええ、取るなよ。<laughs> 取,るな取るなよ。そんなの。ファイヤー何体持ってるよば。いファイヤー何体かな。十五体ぐらいいるかな。ええー、捕まえすぎじゃない、伝説のポケモンだよ。そうだよ。そうだよ。じゃないだろ 何なんやりすぎじゃない大丈夫やりすぎ何が問題なの師匠は出てないのかでも出てる出てる出てるんだったらダメやしすごい寝る時間とかも減った師匠が出てないんだったらいいけど師匠出てるんだったら体,体調も崩してる体調崩してるんだったらなおさらだろ何度も芸人だろお前でもこんなんじゃへこたれないよええ声で任そうとするなよへこたれないよ,よへこたれないよじゃないよおかしいだろお前何何何減らせやめろとは言わないから減らせ <laughs> 今すぐやめるとは言わねえミリ数だけ減らせミリ数だけ時間数だけええ <laughs> 見るな見るなニヤニヤしながら、ええ、黙るなえなんで黙ってる放送事故っあるあ,あるよあそっかあるよこの あだろエフェム機能もあるんあるよエフェムギノはなめんなんあるに決まってるだろね放送禁止用語はないらしいっすよ放送禁止用語はないって聞いてますこれ社長がこれもうオフィシャルで言ってるらしいっすいやでもだってあの人が言うもんああまあまあまあ苦情とかって来たことありますエフェムあるらマジで下ネタとかで多分だけど先々週か先々先週ぐらいの月曜日多分電話が一件なったんだけどまあ俺らの放送の時はいはい 多分一応苦情だったたんもししから結構悪口言ってた何<の>全然ダメなやつほんとに俺も俺もダメだなって思いながらやった何の悪口言ったんだ <laughs> 結構あと下過激な下ネタとか過激な下ネタはまあまあ大丈夫だと思いますけどあとうんほんと結構有名人叩いたんだっけなは分からんけどなんか結構でもよくないことやってで電話来たんだ来てでもミキサーさんは電話取って別に 別に処理もそんなせずに普通に業務に付きよったから大したでも苦情ではなかったのかなああいやでも苦情だったとしたらやばいっすよねえやばくはないかないややばいよ FM 技のワンでだってその FM 技のワンで苦情来るってことは相当なこと言ってたははそうだねまあ逆を言えばそうかもしれない聞いてる人も多分あれだよ、うん、ああ寛容でしょあまあそうかいや寛容でしょめったに来ないもんね<え>まあまあだってアホみたいなことやってるだろう この時間帯ってうんあのマツケンさんが来てくれるんですけど結構マツケンさんとかはホンにガンガンしもらったっていうああ松田オイルはいどういう絞もた言うのえでももう直ああなマンコとかと普通にクンニとかうんクニリングスだけどそういうしもらったまあまあいいけどな別にうんまあでも結構俺結構 AV 好きでは ?AV うん俺作品として見るわけ見る テンンショで見るんだけどじゃあ別にそういう自由行為はしないってことするけどするえしするだろそれ作品じゃねえし結構でもやっぱ演技って大事だなと思うそうっすかやっぱ棒読みだとああまあまあまあ確かにねエロさとかも感じなくなっちゃうな無理してるこの女優って思ってあああるかもだから調教してやりたいよな何言ってればお前何言ってればお前ちょっともう 話変えよようえ本当によさっきからずっと伺ってるよ変えようと思ってだけどやめてやめてほん大好きよ本当と好きなんだよなだけどズバッて切れるようなあれじゃないからさ話題じゃないからさ変えてじゃねえよやズバッとじゃない解決ズバッと解決ズバッとええいうなドピュットとかミキサーが付き合ってる彼女がさはい去年カナダに留学行ってあ行ってましたね1年間ですか きたんだけどはい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 一応セックスしたんだけどさ言うなよ彼女の顔わかるからねセックスしたんだけど言うなよ今までで一番精子の量半端なかったやつやっぱ久しぶりだから知らんよ1年ぶりのセックスだから尋常じゃない量出たよ知らん俺自分でもびっくりした知らんこんな出るっていうぐらいああ超えましたね カルピスの現役薄めるさあな。なは,は,はい。はい現役はぐらいは出てるよね。ええー、でかいすぎ。ええー、カルピス俺好きだよ、一応。の <laughs> <laughs> めんくなるだろう。いや、ほんと、ほんと。カルピス好きだよ、俺。一回ピュって出た後。うん<あ>。あの、二発目がい、出おった。ああ。いや、でも。まあまあ,まあまあまあ。あの、俺、結構射精に関しての、俺、まあまあの伝説持ってるんだけど。伝説ってなんだわ <laughs> の伝説ってのは黄金伝説みたいに見えないあのー、いきなり写生伝説聞いて,もらって、えー、いきなり黄金伝説だろそれに関しては <laughs> まあ女にしますと AV 見ながらはいはいまあねで一回写生するわな、うん、その後、AV 見て写生した後にうに、ん、まあ賢者タイムいわゆる賢者タイムっていうのがあるじゃな,なあるですねはい男の人って一回写生するとはい、はい、ちょっともう気持ちがこう冷めるんですよ まあまあままああ確かにねでチンコもしなるんだけどうんまあたるくてだらんとしてたんだよはい一回射精したはい。AV 流しっぱあ流流し…しっぱなしで流しっぱなしでやってたんだけどはいそしたら途中からまたお気に入りのシーンが流れてきてああまあまあこのちょっとまたテンション上がるうんでまた勃起するじゃないですかああもうするじゃないですかで2回目の女に入ったんすよはい射精したんだけど二回目の方が量多かった これやばくないこれはやばいな。これやばいよな。俺の清掃は、うん、普通の人の清掃とはちょっと違うかもしれん。ああ。金太も三 3, 3個あるんじゃないロッカーて6個ありすぎだろ。<laughs> ありすぎだろ。3個でもありすぎだろ。真央さん、すいませんね。世、うん、のさんもターミナートを参ですゲ,ス,ス,ゲス、やめねそれ。手伝うんすよ、これ。ねリークは何なの話あんのいや、だから。 このタイミングで話しづらいないいよいいよだから夏休みのね夏休みあ、そう夏休みの話だお前なんで俺のオナニーの話ってお前が勝手にし始めたんだよ話変えようぜっつったから俺が話そうと思ったら勝手にやり始めたんだろ早くしてくれよおいやめろちょうだいだから夏休みに入ってでだから友達がね親友が親友いる選手いるわ 相方もなんなら親友じゃい。おお。相方も。暑いね。相方とその親友とまあ三人。はいはいは三人であの遊んで。おお。でその二日後に飛ぶってってからそいつもカナダに一年間留学して。へえそうなんだ。そうで飛んで寂しいじゃないですか。まあ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 。寂しいこの何とも言えない寂しか。わかります？何を？この友達がまあまあでも彼女飛んだかわかるか。あの。 何とも言えないこの胸が締め付ける感じしばらく会えなくなるみたいなそう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 寂しい感じ多少あるあるあるがあったんですけどまた違う親友があの今週帰ってくるあ来週か帰ってくるうん来週帰ってくる来週帰ってくるっていうことでカナダの親友のことはもう忘れちゃったんですけど最低だな最低だよお前最低最低最低ですかでも1年って意外と長いっすよねあ早いっすよね早いあっという間だってよ そうだよ、だから1年前に彼女が飛ぶっていう話を湊さんがしながら飲んでる席にいたじゃないですか、うん、<僕>ああいたねあ翌日とかじゃない3人そうそう翌日飛んだ翌日とかあその日じゃなかった<あ>その日の夜じゃないいやえその日の夜その日の夜は俺一人で早ル運転しながらリップスライムのワンを聴いて号泣した覚えがあるんだあじ,ゃあじゃあ次の日か次の日だったの 次の日か。までも次の日も飲みながら泣きそうになってましたけどね。軽くな？うんうん。涙くんでましたけど。軽かった。結軽くない。軽くではないね。いやもういいよこの。あれ一歩間違えたら泣いてる。やめとけって。そんなにそんなにやっぱ寂しいもんですか。その辺にしとけ。彼女って。その辺にしとけ。その辺にしとこうかじゃ。いやだからなんだろうな離れてやっぱ気づく部分もあるよ。ああま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 あ。まあ四年ぐらい付き合ってんだけど俺の場合。長いな。で四年付き合ってても寂しいんだって思えたことにはでもちょっと。 ほっとしたよねああ確かにねああ感覚がやっぱり狂う時期ってあるわけよあああるんだやっ好きなんだけどはいはいはいまあ大切なんだけど長くいすぎてあ<ー>当たり前になっちゃう部分とかあったりするんだそれってよくないだろんよくないねう,うんだからもう射精するよなそんな時 <laughs> <laughs> 最低なお前最低だよ最低だよポンポンじゃねえよおかしいだろや、はい、おかしいだろごめんな名言 名言じゃねえ。おかしい、多分。で、週帰ってくるわ。あすみません。ええ、ええ。スタオベるなスタオベでございます。スタンディングオベーションのこと、スタオベット。が、なになになに帰ってくんの週。いやだから帰ってきて、帰ってきて。だから遊ぶのが一応楽しみなんですけど、夏休み終わるじゃないですか。まあ、9月のもう、あと10日ぐらいかなんだかんだそうなんです。あっという間じゃねえかようるせえ。 多分ね<う>僕の記憶だと二十何日かに学校始まるんであと1週間ぐらいしかないわけですよ夏休みやり残したことがたくさんあるというか夏休みというかもうこの大学生活なんだけど、うん、やりたいことが今になってたくさん出てくるという,う例えば何いやだからその楽器とかねあ楽,器楽器もやりたかった楽器っていうりあとはあのー、キャンさんみたいに DJ もできたらね。えー かっこよかったし興味あんのまあ音楽好きなんでねまあな何かの機材が触れればお前とはいえなお前とはいえっておかしいだろお前とはいえってなんだろ感情0号線で同じ感情0号線じゃねえまあまあ感情出してるわでもまあだから音楽系とか暇だからやっぱ YouTube の動画たくさん見るわけでああそうなんだ結構見るんだ僕格闘技好きなんで格闘技とかもやりたいんだやりたいまあダイエットも兼ねてね ダイエットがでかいけどね。格闘技はマジでやめとけ。なんですか ?6 つにいないよ。俺の周りで格闘技やってた。いやいや、それは。湊さんの周りだからでしょ。格闘技っていうより、とさんの周りだからです。6つがいないのは。言っとけど、お前も俺の周りの人間だからな。<laughs> お前、今日からチーズウィンナー抜きな。いやーチーズウィンナー抜きではちょっと生きていけない。<laughs> ごめんだけど。お前、チーズウィンナーとワンオク抜きな、お前。あー、死ぬ死ぬ死ぬ。<laughs> 死ぬ明日死ぬ。<laughs> 明やめれや新鮮 <laughs> おかしいだれいやでも夏休みやりあでもさはいあるよ方法なんすか留年嫌です別に大学生活じゃなくてもできることではあるじゃないですかじゃやり残してねえじゃんいややり残してるだろ大学をエンジョイしてないっていう気持ちはあるじゃないですかやめろじゃんもう、えー、大学やめちゃうじゃんおかしいだれおかしいだろお前何のために大学行ってるお前 お前単位落とししまくってるらしいなそうだよだから4年も今と同じぐらいのあれで行かないと思うホに終わってんな大丈夫大丈夫行けたから <laughs> <laughs> 行けました <laughs> いやだから俺の鬼もねギリギリ行けたんすよギリギリでも就活できなくならんか就活もでもしないか合間をする一応するかな <laughs> 一応一応合格しても蹴ることはできるじゃないですかまあ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 ,まあ、まあ、一応でもすると思うするんだするかな分からん はいはい、でも今このだからこの半年でちゃんと決めて、うん、なるほどねやるつもりではありますけどうん、うん、まあね大学3年生っていろいろ多感な時期じゃないですか多感っていうかまあどう決断の<何>うるせえ <laughs> うるせえわこの、うん、決断の時期じゃないですかまあまあまあそうだそうだよでも皆さんって決断の時期ではないですか別にいや俺もうとっくにすぎたね決断の時期はいつぐらいですかいつ7歳ぐらいかなは お前7歳で何を決断した生きるは ?7 歳で死のうとしてたわけじゃんええおかしいよ本当にねああそれそうなんすよね7歳でな6歳なんで先輩だ月入院したからああいいよでもホそうですよねなんであの人タイミングってあるよ怪我…怪我がすごいんだよなあの人あっぞもレペゼン親方ああスタンドバイミーユンボお母さん言ってんだけどユンボだはい お笑いは続けんのいは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 よはいはいでいは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 るはいはいはいんいよなはいっいは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 いういははい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 ていういは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 い あの AD をやったりとか放送作家だったりとかいろいろ関わるあれはあるじゃないですか大事だな大事大事そうなんですよ、うん、今迷い中ですじゃあたくさん迷って俺が全部決めていい一応一応聞いてみていいですかお前は、うん、性転換して、うん、飲食店デパイトして <laughs> ええええ、お前頭狂ってるだろ <laughs>、ええ、プンプンじゃないよバカか <laughs> 性転換した意味はよオカマバー経営主だったら分かるよ性転換してお前は飲食店でバイトって今もしてるよや別に <laughs> なんだろ今のもまただ性転換するだけでしょあじゃあ結構手間はないわ 手間ないかかるわめちゃくちゃお金も手間も時間も何かもいろいろ失うわめ,め,めっちゃ怒るな当たり前だなこんな怒る人生かかってんだぞこっちは <laughs> 人生終わるわそ,そんな決断したらいや意外にやっていけるよリークは正直なところでも俺思ういや童貞のまま性転換してさ、うん、何しれって言うのいやじゃじゃ俺お笑い続けても意外にいけると思う、はい、俺ですかクエはすると思う全然 どうかないやって思うよやっぱ自分みんなそりゃそうよ自信がねまあまあねちょっとあれなの分かるけどでもねリークは大丈夫だと思うね結構だからこいつやっぱり周りの先輩からはいまあまあ支持されてるんですよね本当ですかセンスがやっぱりいいっていうのは俺も思うんだけど <うん S 2> まあでもそうなんだよなそうなんだよな童貞ってでも結構ね 関係はないと思うけど。え、だから、思うわけよ。はい。ずっと童貞でいてほしい。なんで。童貞の先輩として、そして誰だ。ああ、やっぱキランさんも言ってるね。童貞歴30年の先輩が。うん押してくるんだけど。神だよ、もはや。でんでよ。でんで、でんで、でんで。ドラゴンボールで言う。そう。キランさんは。ドラゴンボールで言うって言わないと、わからない人もいるよ。え、なんか、わかる人に伝わればいいんだ。からダメだろや伝えれ、ちゃんと。この時間。でんでだよ、じゃないだ。 あやっぱりね分かるだだろからからんや時代に担うか童貞が時代に担うかいやだってお前も言ったと思うけど俺たちは童貞に戻ることできないんだよだから何だば何があるって言えば童貞に戻ったらうんないやしないやし得が一つもないわけ何があるんですか 生きる活力。ああ、まあまあ、それはあるかもね、確かに。あ、うん、ほら。いや、死ぬよ。別に。死ぬばや。やって死なせろ。死ぬなよ、お前。そういう時は、やって死なせろ。やって死なせろ。やらずに死ねるかの前に、やって死なせろ。も分から、何って、そういう時は。何って、わかんない、おめえが。おめえが。おめえがじゃない。あ、あすかさん。今日早いっすね。あすかちゃん。 あすかさんも来てますか。あすかちゃんもね常連。常連。結構指名してくれる。いつもあの四十分ぐらいに来るんです。よ四十五分ぐらいか。ああ、なん誰だっけボンジョルノだった。ボンジョル。あえっと。ボンジョルノのラジオとかぶってんだけど。木曜日吉本さんの。誰だろう。誰誰だったか忘れちゃったけど。まあまあまあいい。あミスターポポって童貞なの。いやまあまあ童貞っていうかあれ生殖器官あるの。 ええ、真似すんあ、ハイビスカスパーティー結構さん。結構似ての。似てたけど。そんなのそんなのやらない方がいい。ななんんそっちゅうなんかま真似したりするけど。ジミー似てるけど。やめた方がいいよ。おまま似てるとき似てる。似てるときやね。ごはんピッコロね。ピッコロに。ああ、やめて。ご飯ご飯。やめて。ご飯じゃないだろ一う。大体ドラゴンボのキャラクター全部俺似てる。以上。 ピッコロピッコロとまあ今ミスターポポはちょっと似てる結構やってる他は他はまベジータベジータやってみてくださいャリコーだー全然見てんやしはええええおかしいよあとトランクストランクスやってみてくださいトランクス子供と大人歩くあえじゃあまず子供から聞いていい子供からいくはいごてんええ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 え ひどいよ。いやもう完璧だろ、完璧だろ。じゃあ大人は大人は。大人はあじゃああのあっちね、フリーザー、フリーザって叫ぶ。フリーザって叫ぶところ。フリーザー。え？何それ？オトナトランクス。聞いたことないんだけど。オトナトランクス。今完全にふざけたね。今は完全にふざけたわ。あ、ふざけた。ハイビスカスパーティー。ハイビスカスパーティー。ハイパーハイパなハイパ。ハイパっていうな。ハイパ。一回共演しましたけどね。 そうそうそそんなにだから俺なんかあんまり喋ったことないなハイビスカスパーツコこマンで、ね、もう先月ぐらい笑わない人と現場が一緒だったああ<ー>でもちゃんとこう喋ったことはちゃんと喋ったことないな挨うんちょっと俺も軽く会話したぐらいですかね,かいいすね一緒でしたけどねあんまり別の芸人とな,、うん、なんだろう初対面の芸人さんとあんまり仲良く他事務所でなり方がからなか他事務所でフランクに喋れる間柄の芸人っている いいいいななだってまず俺なんかメディア露出がほとんどないからやめれやめれだから「笑わないと」とこの間出させてもらったあの小刻みプラスぐらいしかなくてでだから一緒になる機会がほとんどないだから皆さんとかはまあハイアップローだったりまあ空探進化としても結構メディア露出してるじゃないですか昔から結構ああそうだそうだね前のコンビでもあるし だから、うん、仲いい人、うん、仲いい人っていうか意外と喋ってるじゃないですかまあ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 いろんな人とどんなって仲良くなってるんですかあれあれはいやでもなんか気づいたら気づいたらまあまあまあ、まあ、分かるけど、ま、いいんですけどルフィみたいな素質があるんじゃん俺に<は>気づいたらもう仲間っていうワンピースちゃんと読んでる ?55 巻で読むのやめていや <laughs> 楽しくなっていくところだろう55巻ってごめんなけどでもワンピースは近か全部読むから安心して、うん、全部読め <laughs> 全部読め ワンワピースやっぱいや面白い今また面白くなってきてますよ人気がすごいの、ね、多分日本で一番読まれてる漫画だよな日本じゃない世界で一番かわいい世界で一番なのギネス記録ですワールドワンってことワールドワンっていう言い方は当たってるか分からないけど間違ってるよ間違ってるやしじゃあ直せそっかいやギネス記録持ってますから常々思うんだけど、はい、悟空とルフィってうん悟空だよね絶対強いのはいやでも打撃聞かないっすよ いやでも元気玉とか別に聞かないと思うさ聞くでしょあそうか心一応きれいかルフィって心はきれいあじゃあ元気玉は無理だなあ元気玉って心きれいな人にははじくはじくわけよえ元気玉金んもかあもうこれいな人多分ルフィも乗れる乗れる金のルフィとねハンコックはいはいはいあの女帝の同人誌でたまに抜くことあります最低なのマジで で抜く結構これアニメの同人誌も俺好きドラゴンボールの同人誌でも18号で最近抜きましたええどういう内容かだけ聞かしてみるカメハウスで号とクリリンがやってええ自分の家でやれカメハウスなんでわざわざカメ仙人の家でやればはいやるなよ見るなよ絶対見るよ URL 保存してるええ最低やな最低ではないか別に皆さんのじゃあ 今ツイキャスご覧になってる方々のオナニー事情。ええ、聞けるかや。送ってくるだろう、またバカだし、プリムとかが。やらせない、言うな、お前そんな。送ってくるなら、すぐ。ええ。やめれ、お前。聞いてくれてる先輩だよ、お前。下ネタ好きなやつが、すぐ送ってくるだろう。お、お、マーヤさんも好き。面白いっすよね、じゃ。やマーヤさんって、女性ですよね。マーヤさん。ねまあマーヤさんですからね。マーヤさんは、劇場いつも来てくれる。お会いしたことある。ああ、でも、わ。っ 分かんないわからないうちに会ってんのかなあっ、ひふみさん週4でニにしてる。ええ、元気だな。僕の女友達のお父さん。ええ、絶対聞かせないよ、友達。ええ、プンプンじゃないだろ。さすがに笑ったざいもあ、やめね。そのそれやめたほうがいいよ。さすがに笑ったざいもん。おいじもやるけどやめたほうがいいよ。いやネオタク、すげえ面白いもん。あれ面白い、確かに。マジで面白いもん。確かにあれ面白い。ピザ食いてえな。あ、そうそうそう。急におっぱいが好き、俺。 あでも俺も好きですよおっぱいはおっぱいってでもキャンさんはでもあれですよね多分貧乳の方が好きっすかあですよねえなんでなんでなんでえなんか貧乳が好きそうだなと思ってマジでえ俺はじゃあ男が好きそうバカかや <laughs>、ええ、<laughs> プンプンじゃないおかしいなら <laughs> おっぱいすごい好きなの俺は多分ちょっとおっきめが好き俺はああ<ー>ビクトリスはいやでもほんとにそんなのやめれよ <laughs> 最低だよリクトリスはどうなのちょうどいいぐらいあ、もうこんなの童貞だよないや。だって正直あるだけでいいかな俺は。い,いえ <laughs>、そんなしてなんか文珍みたいに言われても <laughs> <laughs> <laughs>。はははえ待って待って聞かせれ理由聞かせれな<う>んで文知おっぱい俺ほんとに好きでうんも、うもう好きだからお,おっぱいのネタとかもやったんですよ。<laughs> あーやってました、ね、ひたすらおっぱいの良さをパワーポイントで語るっていうネタをしてやったりとか <laughs> 引いてたけどなみんな引いてなかったよ引いてたよスタンディングオベーションだってそれやるかや俺後ろから見てたけど誰も立ってやるなスタンディングオベーションいや俺ほんとにねおっぱいが好きすぎるもんねえー、いいよもう分かった <laughs>、うん、理由はないんだろ、うん、あのねでもさ俺別に、うん、いやらしい目で別に見てない,い見てるだろ もう見てるけど見てあ本当にだからおっぱいが大きい人じゃあここに座ってるでしょ俺の隣に左にねえ俺の隣にしないいや俺俺真ん中だからいやもう入れるだろい入れれるんだったら卒業してるわもうおかしいなんでこの美人いるいやおっぱいを俺こうねいるとして女性がうんまあいるとしてねマジでうん見るためにうん俺は全身全霊を 捧げると思うどういう意味で俺見してもらうだろおっぱいうん俺思い留められるぐらい好きどういう意味見つめるだけでいい正直おっぱいよ触れなくてもいいそっから俺セックスに発展しなくても全然いいななんでそれは好きだからおっぱいはうわうぜうぜえ流すなもうちなみに誰の曲ですかあっ感覚ピエロだ感覚ピエロ感覚ピエロも今熱いから こんなの歌ってるんだあ,あおっぱいだおっぱいっていメーカーもありますもんねえ V のねそうなのあるあるある <laughs> よく知ってるね S1 ムーディーズおっぱいえー、E ボディ宇宙企画、えー、もういいよ <S 1> S 1もう <laughs> いっぱいありすぎほんとにねおっぱいがいっぱいおっせるせるせおっぱいがいっぱいじゃねえんだよ <laughs> ペーターさんありすぎると邪魔だぞペーターさん女性男性だよね男性じゃない 女性の。シプムさん高校生の時にトイレでスタンディングオナベーションが。バカじゃないの。よなみのさんみんなでスタンディングマスターベーション。バカじゃないの。何連発やし。ありだな。はいもうえもううるさいんでね。C.M. 行きましょうか一回。いったんな。一旦ね。何回流す ?CM? リム。二回す。二回流そうじゃん。二回連続っすか。一回流すか。一回にしましょう。一回流し。はい。あ連続でできるんだったらじゃあに連続にしましょうか。任せ。連続でお願いします。 なんだでも付き合う女性は別におっぱいのせいズと関係ない、うん、ただでも見る分には大きいほうがいいなっていう、うん、まあまあ,まあ、まあ、どうせ見れるんだぜだっていやーああ新入見たいですか自分はあの、大きいのは逆に異性として意識しづらいですあええー、家族がすごいあのぽっちゃり体型なんでそうなんですね自分だけがせやせてるのあ、そうなんですね自分だけええー、妹とかもすごい肩こりとかするぐらいなんでええー、じゃあ巨乳というか もうみんなボンボンボンなタだったりとかそうなんだそうかそうかっていう家庭に育つとやっぱりね多少ありますねじゃあね。ちょっと控えめな感じで意識しやすいからうんそれはあるかもしれない確かにまあ選ぶ権利僕にはないんですからね男性は女性に選んでもらってんの分かるこれどういう意ですか俺たちが選ぼうとしちゃダメでこんな店はまあ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 確かに 女性に選んでもらってだから風俗行く人とかいるだろああ、はいはい、はいよく指名できるなと思うマジでおかしいと思ううんまあな一回だあっちに一回選んでもらってそっから指名ならまだ分かるどういうのどういうのお前にはまだ早い <laughs> 60年後長いり子くんはどちらが好きなの あーでもどんなすかないよりはあるほうがいいかなでも好きな AV 女優だね好きな AV 女優みなとりくいやみなとりく俺お前なのいやいやいるだらいるけどみなとりくでもちょっと最近確かちょうどいいからだというか確かそうだなスラッとしてるなでもな別に全然スラッとしてなくてもいいですけどね。あすこちゃん沖縄ロサハンカラース何でどうした ?5 秒前あい内中の方ですよねそう佐賀さん えうえ,え嘘嘘嘘そうそうれ始まってるいやそまだ始まってないんじゃないそうそうそ、ん、うそ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 うけましたけれども、はい、もうねうんまりおっぱいの話されても困るので、うん、企画やっていいですかあるんだあるよ やるよいつ入ろうかもね、ヒートアップしてたから。ヒートアップねヒートアップしてたから。ヒートアップ。あのヒートアップ。になるからそヒートアップ。うるさい。やらせろ。うるさい。え、ポピーじゃねえよ。ポピーザパフォーマーってわかる。誰ポピーザパフォーマーって昔 NHK でやってた教育番組やってた。すごい不気味な 3D アニメがあるんだけど。あー、皆さんに見せられたかも。 あれよく NHK 流すっったなと思う企画本当におかしいんだよあれ企画やらせてくれる <laughs> <laughs> ごめんだけど <laughs> うんポピーザパフォーマーはいいんだけどポピーザパフォーマーは一旦置いといて置くな大げさに大げさに置くな <laughs> じゃあ企画いこうよいいですかじゃあいきますよ、うん、はい究極の二択 <laughs> このは BGM だねえーっとあれですミスチルあーもう なんでこんなってやるからいやそれはそれはあれでしょうおしゃれにしないでこれは対島の選択だから。なんかお前らちょっとおしゃれにするよね違うよ福田さん。違うえ、聞け聞け。<laughs> おかしいだろい <laughs> 最初のオープニングももとはといえば俺なんかオレンジレンジにしてたんだよ。うん、最初は。うん、そしたらマネージャーが文句言うか変えたんだろうが。何に変えたダサいよって言われるか。ワンオクに変えたんでしょワンオクもおかしいよだから。おしゃれすぎるって。 えいいだろワンオークビ騎士団とかにしれ騎士団ええ企画入らせれ騎士団とかにしれもおかしいしな何何何何究極の選択ということでまあ二択って言っちゃいましたけど究極の選択というあの…このコーナーなんですけど内容はですね究極の選択でございます分かるよその名のと二度手間にもほどある究極の選択で新しい新曲って言ってると一緒だからお前それでは 最初簡単なやつからいきましょうかね行こうか簡単とかあるありますありますあのあんまりね人生に関わらないというかどうでもいいような究極じゃないじゃんおいいいだろ洗濯じゃん洗濯だからとりあえず聞けよ黙って聞けよせえる進めろ早くうるせえ進める早く一生アップル製品が無料なのとあなたの行くところどこにでも無料の w i f i が通ってるのどっちがいいですかアップル製品で ええよよ悩めよあーとか全然最初全然アップル最初,プル最初あーとか言えアップル製品無料がいいに決まってんじゃんそれはお前だから今20ギガとか50ギガとかあるんだよそうですよ w i f i なんてもう俺だから w i f i なんてって思うよ最近,近っ僕もですね一応アップル製品ですもう何が究極だだって Mac とか欲しいもん全然じゃんえじゃあちなみにキャンさんは ああ悩むなあ悩むか。いやアップル製品で,ですよねアップル製品ですよね。自分アンチなんですよ。 アップルアンチなんですけどでも w i f i とって言われると費用対効果考えると全然おっきいですらねですよねアップルアンチっていうのはこれまた何でスマホですよねいやももとアンドロイドですよねアンドロイド使ってるのともともとアップルに走らなかった理由がアップルとか出る前から自分普通にデジタルオーディオ使ってたんであすごい i l e v っていう韓国のメーカーから始めてで当初はアップルの iPod はいあのイコライザとかあの音響のこの調整ができなかったんでそれは嫌いでしたなるほどねでも今でも iPad とかで DJ とかやる人もいますもんねありますありますそうですよねすごいなと思いますけども本格的なあの DJ ソフトとか Apple は充実してますからパッドだけで行けますよそうということでかじられてますけどリンゴはいいだろう別にそれはそれはあるのロゴなんだから というわけでこの選択はまあアップル製品ということで究極じゃねえんだよ選択なんだよ俺人によりますけどねちなみにアップルのリンゴかじられてるのはチューリングアラン・チューリングっていうイギリスの数学者がリンゴに生産借り塗って自殺したのを尊敬してってことらしいですそうなんですかなんで自殺したの尊敬してあのこの人がコンピューター作った人ああそうなんだえそうなんだあれビートルズのあれじゃ説嘘。 まあ一応いろいろ諸説ありますね。諸説あります。あるんだ。あのアリアナチューリングが有力なのはアップル本社にすごい大きいあのこの肖像が飾られていあじゃあそれが濃厚かな。そうなんだ。なんでリンゴだったんだろう。リンゴスターということで。どういうことだよ。じゃあ行きます。今のじん自分の人生を続けるか、人生をリセットするか。 いやこれはどちらがいいですかねこれはこれはでも何だろうでも30年後とかにする質問だよな一応なまあでも序盤のこの人生にまだ続けたいかなーああ本当ですか <おう S 1> 僕リセットしたいですねあしたいどうしたんリ,リセットしてリセットしてどうするっていうかリセットってことは多分記憶もないじゃないですか ああ、あともうただ俺が俺であるっていうのは覚えてるだけで多分今までの記憶はないじゃないですか全部リセットあもう本当ただのリセットだだと思いますよリセットじゃあ全然続けるかなああまあでも続けてみたい気もしますけどまあもう童貞だもんな一応やめねリセットしたら多分もう5歳ぐらいでは童貞卒業できるかもしれないできないなできないなごめんだけど整ってないはずよ体がいやだからなるほどリセットリセットしてまあいろんなこと やりたいでも記憶ないってなったら結局意味ないのかななんだ意味ないと思うようじゃあ記憶あるにしましょうかじゃあうーんあってもあっても続けるかもいやだから今の人生に満足できてるっていうことじゃないですか要はできてるのかできてるでき満足できてるとまでは言わないけどそこそこ良くてまあ今のままいったらどうなるかっていう気になるっていうのもあるしまあまあまあ,まあまあそういうことじゃないですか僕は多分結構 追い目というかなんかいろいろやっぱポイントポイント、うん、あるじゃないですかはいはいあでも記憶あるままリセットすると楽にはなるかもね今よりはここに来るまでかな、うん、あでもそれゃ面白いな記憶があるなら、うん、それゃいいのかもしれないうんそうですねちょっと楽にはなるかもしんない僕はリセットキャンさんとかはどっちがいいですかいやもう全然リセットはしたくないですねあでもキャンさん前々からね言ってますもんね<然>いやだってそんな1日後ろ見てたら人生歩めないっすよ いやいやいんいやそういうこと言ってるもん同点なのには関係ないあんまり過去見すぎるとうつ病になりますからねああまあまあね過去見すぎるとね何があったんだキャンさんは一体何キャンさんはね人生経験豊富ですからね30歳にしていやもう自分中学生の時点で大人が経験しないこといっぱい経験したいや本当の話です本当の話です入院生活とか大手術とかえそうなの あま指の話ヤバかったな手術大手術はいこれなんでああ自分あのまあカルンラスと幼稚園生の時に機械に手挟んで指をちょみ切ったことがあったんですおろろろろなんだよな。ええ今手あっちゃんとしてる指は一応あるんですけど足から食ってましたそうなんですよ怖っ怖いんですけどってことは足は足は4本です あでも違和感はなかったです見してもらいましたけど全然言われてみれば4本っていうぐらいそっか泥酒ずつしたのか泥酒ずつよねでもお医者さんに「スポーツ厳しいかも」って言われても一年我慢したら全然走れたし陸上やってましたもんねすごいでもすごいね陸上やったらびっくりしましたねああやってるなってあすごいでもハンデじゃないもんねそれってできてるってことはね だからあんまり囲って振り返らない方がいいですよ。あほら気にしないのが一番です。<laughs> 逆にキャンサーはたくさんありすぎたんですいたくさんありすぎて悟りを開いてるんでしょうね。うんねうん、僕はでもだから後悔できるだけまだましっていう話ですよね、多分、うん、やりすぎる。ということで、この選択は人によるということです。<laughs> <laughs> なんか自分2組のときその答え出さないですか <laughs> 人によるという。これはですね。何なんだお前 あの一つにまとまらなかった時は人によるということにしております。ま民主主義だったらお前の負けだけど。<laughs> 人によりますこれは。<laughs> で、じゃあもうラストですね。<や>時間的に。はい。ラスト。大ファンの有名人と一生親友になるか、1年だけ恋人になるか。 完全に1年だけ恋人です僕もでもこれは恋人かな完全に恋人恋人かなでも、うん、俺なるべく会いたくない大ファンの人ああ本当やっぱなんかもうショック受けるのも嫌じゃない全然なんかもう性格悪かったら嫌じゃないあーまあ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 でもそれはありますけどでもだから一生親友になるってなるとずっとそばにいれるっていうあれですよね特権ですよねいやー 1>, 1年だけ恋人になるっていうとまあイチャイチャできるとかまあ だからいろんなところに一緒に2人で行ったりとか、まあ 2>, うん、2人の思い出が作れるっていうあるんですよ、ね、特権ですすよよねね特権例えばミュージシャンとかだと、はい、仲良くなりすぎるともう今みたいに聞けなくなるんじゃないかなっていう怖さはあるな、うん、あーまあまあまあそれはあるかななるべくねこのだからだからそれこそ、はいまあ、ラジオの番組とかでゲストで来てくれるぐらいの。 あでまた来てくださいでまた来てくれるぐらいの間柄がちょうどいいのかなっていうまあ大ファンになるとね逆にねそういうとこありますよね一定のこの距離はやっぱ保っておきたいなっていう1年恋人はちょっとありだなっていうのは女性だとそうだなあまあまあそうですね全然俺高畑充希さんと1年 1> はい分けほいしたい分けほいっていうな分けほいっていうな今まで散々選手とかの話しといて こういう時だけどワキャホイって言うな。いや俺高畑畠光さんに関しては俺好きすぎて、うん、セックルはそんなにしたくない。セックルって言うなビックルみたいに <laughs> 乳酸菌業みたいに言うな。本当に本当にじゃないか。キャンさんはどんなですか。はい、いやーやっぱり一緒友達がいいですかね。<あ>あ<ー>親友がいいですか。親友がいいですね。すかちなみに誰ですか。ちなみにあの一番憧れてる女性は。 あのオートリー・ヘップマンさんなので。ああ言ってたな。今の休日。はい。もうやっぱり幽霊じゃないですか。まあ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 だから幽霊に一年あ疲れて離れてったらなんか呪いとかもろいそうじゃない。違うだろ。幽霊じゃなくてじゃあ生きてる場合じゃ。生きてると。生ていると。ああじゃあ生きてる方で想定しますね。はい。あのアビルああアブリルラビン。アブリルラビン。一番好きなんですよ。親友なりたいですか。いやあなりたいですね。ええ。めっちゃあのなんか肩組んで歩きたいです。ああ。ああそうだよ、あのあれなんですよ。 あの…なんだっけアメリカンスクールでしたっけ育ちなんですよあそうなんだまあ3年間だけですけどねあぶリる・ラビンとはセックスしたくないですかいやまあしたいっちゃしたいかもしれないですけどいやもうそんなのを置いておいてあの…一緒に友達だったらこういう関係も広がりそうじゃないですかああまあまあ確かに人の輪は圧倒的にねあぶリる・ラビンなんて世界に広がるなまあねそれは確かにまあ確かにその手もあるな これね、これ確かにちょっとこれは究極だなそうですねこれ究極でしたねああでもオードリーで言うのな。マリリン・モンローが好きだ俺はああやっぱりボーン結構もう本当に女性として魅力しかないなっていうまあ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 だってあの人まあ演技ではあるけどスカート押さえるシーンがあるさあの恥じらいはもうたまらんよな まあまあ確かにねだからセックスシンボルで俺おっぱいももちろんネットで調べて見たことあるんだけどお<い>にしてもやっぱりあの恥じらいを女性らしいあの恥じらいはねすごい魅力的でいいなって思いますねうんまあまあまあ確かにねほんと抱きたいな <laughs> <laughs> 恋人ですもんね恋人はね1年付き合って全然もう子供とか作りてよそっかそっかでもこれはほんと究極だったなというわけで、はい、この選択は人によるというだから <laughs> これは表現者としてのまとめ方にはふさわしくないよねこれねおっとこの音楽が流れたということはエンディングこれはもう聞いたら分かるですよ HY ですよもうホントにもうおしゃれすぎるんだよいいやしエンディング感あれでしょ HY を使うなえ HY っていうな HY だろあすかちゃん はい FM コ小崎ーってるから FM ギドンくるの遅くなってるんじゃなくて両方ともあんまり聞けてないあ忙しいんじゃうないですかそうなんだまあ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 受験ね今忙しいですけど今頑張ったらね何かがありますからペーターさん変わらなかったりしていやまあまあでんありますよねでも結局ただ一つだけ言いたい運命は変えられる はい、えー、マヤさん二人のコンビネタが見たいなということで二 <laughs> 人のコンビネタって俺とリークーってことじゃないですか今週やるよねそうなんですよ土曜日、ね、今週のお土曜日お笑い劇場というあの F1、ーうん、c の定期ライブがありまして、うん、15日二人でネタをやるんですよ、うんうん、もっと言えばちょっとリークーってちょろちょろやりますよ今後も今後も,今後もはいちょいちょいネタをやらせていただく予定ではありますまあ俺の主張としてはいおん,なんかミュージシャンははい いろんななバンド掛け持ちしててあー、まあま,あまあななんで芸人は一つのコンビじゃないとダメなのって <laughs> のがちょっとありはするまあまあ確かにねまあまあ表現としてはまあもちろんよくないっていうかまあいろいろやり方あると思うんですけど <うん S 1> まあ別にリークは全然ありなのかなっていう,うなのがあるんで,でちょっとまあネタやろうと思ってるんではいちょいちょいやらせていただくことになると思うので,で今週、うん、土曜日リークとやるんでぜひ 見に来ていただければいいなと思いますいいちなみにコンビ名ね結構こだわりましたああ確かに、はい、コンビ名悩みましたね漢字七文字なんですよ漢字七文字なんですよ、うん、その名もはい。山城湊大城陸これがコンビ名になってます, <laughs> す本当に本当にこれです山城湊大城陸そういうことですそれだけです <laughs> わじゃないこれでも感化されてて俺は実は誰にすか奥田民生さんが俺大好きで俺ユニコーンの井上陽水とユニット組んだ時のユニット名が井上陽水奥田民生ってもうそのまま漢字8文字なんだよ。あ, <ー S 1> あれはちょっと感化されてるねああミュージシャンにだし俺らだから若手だからそれこそ名前覚えてもらえるさあー確かにああみなとリークねってなるそれいいかも俺チョップ6の時はぜ全然覚えてもらえなかったわなあい終わる終わる終わる。またじゃ またじゃあ、来週からもぜひ時間があったら来てください。ああ、もう、暇なんだよ。暇なんよおかしいけんね。遊ばしてくがああ、腹立ったところで、<laughs> <laughs> 皆さん来週もお聞きください。<laughs> さよなら。ゆたしく。腹立つわ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありなと心地ざいましが 月曜日のミキサーさんもすごい言い方なんですよ。はいはい。キャンサーはね、だからなかなか大きくない。そっかそっか。月曜日は違う。イっさん、いい人です。めちゃくちゃいい人。ただのいい人。いい人以外の何者でもない。でも、木曜日っていうのはやっぱあれがあるじゃないですか。平成一気。そうか。おにしついい平成一気ってやっぱり。十二月までは最後の木曜日なんでないですあの、平成一気だと出番も多いじゃないですか。ああ、俺は知らかでも まあまあまあ。楽しみましょう。それはそれで楽しいですけどね。終わってから。また遊びに行きます。じゃ、またよろしくお願いします。聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。来週も聞いてください。ありがとうございました。よし、よし、よし、よし。このリイクの番組の一個前は、どなたがやってるんですか。さっきのここの方々。お、大谷さんです。あ、中村くん。 ロックさんあ、その前時間の前、えっとですね、週替わりで各ロックバンドの方が回してる音楽番組です。今日の女性は俺全然やってた。今日は空間日和っていうロックバンドです。人でででですすそも楽しじゃない出身